moments are the important moments that connect us. 急な声や。皆さんこんばんは。10月17日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM 宜野湾の電波をお借りして、名古屋にあるダンサーズスタジオから旧名古屋をお送りいたします。当時ね、なんか1週間ぐらいね、ちょっと痰が絡んでですね、喉がイガイガしてるんですけども、多分今日はいい声で、ね、お伝えできると思います。スメル王子マスクマンでございます。はい、今日は沖縄そばの日なんですけれども、もうラジオでねそばの話ばっかりするんで、前田食堂の牛肉そばが食べたい味噌煮込みスキーと、おとといなんですけども、大阪門真市というところ行ってきまして、イベントに行ってまいりました。ちょうどですね、沖縄のオリジンの芸人さんであるベイビーさんとか、朱里之助さんなどが出られてて、あとアーティストさんですね、ポニーテールリボンズとか、あとフィフスエレメンツとか、こういった方たちが出たイベント行ったんですけど、いや楽しかったですね。コロナ前に変わらないぐらい勢いがあったイベントで、すっごく感動しちゃいまして、戻ったなと思ったダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマは忘れ物。今夜のテーマは忘れ物です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日の電話ゲストコーナーは FM ギノワンで毎週日曜日13時からの番組ラントのこの番組知らんとのパーソナリティでありますラントさんです。22時13分頃からとなります。名古屋は栄養コーナーです。告知があります。22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃ芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたします。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに、創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話052-389-7817 東海協和まで。名古屋市熱田区にあるトリプルエイトでは、フォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071
052-653-0071 までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。キウナ小屋はい、メールご紹介します。はい、お願いします。あのね、岐阜の9人のバーバさんのメールをお読みしたいと思うんですけども、はい、ツイキャスの方でね、こんばんは、今から夕食作りますっていうことでございますので、はい、料理を作りながら、聞いていただいてるのかな、そういうことですね、そういうことですね、はい、あの美味しくできると思います。この王子のね、あのこの喋り声で、あのスパイスが効くかもしれないですねおだまり笑ってたね今。いやなんかどんなスパイスじゃない、スパイスかなと思って。滑りスパイス？え、それはないですから大丈夫ですよ。王子滑ってます。高本さんがこんばんは、日没後は寒くなりましたねって言ってたんですけど、はい、いやこのスタジオは寒いよと思って。それはあのこうあの自然現象でございます気象の加減でございますんではい、お願いします。はい、岐阜、の9人のバーバさんからです。ありがとうございます。はい、うちの夫の忘れ物は右に出る者はいないと思います。仕事で名古屋に行った夫から自宅に電話があり、携帯を忘れたから名古屋駅まで持ってきてで書類を忘れたので名古屋駅近くまで持ってきて財布を忘れたから名古屋まで届けてカバンを現場に忘れたから名古屋まで取りに行ってなどと、おーいろんなものをあのお忘れになられてますね。自宅から7分ほどで行ける職場まで、何度財布、腕時計、書類を届けたことか打ち合わせの日時を忘れることもよくあります。まあ私も全く忘れ物をしないわけではないけど、夫の10分の1だと思います。私は家から出るときは忘れ物がないかあたりを見回しますし、喫茶店やレストランに行って店を出るときもテーブルの上や下も見回します。大勢で食事しても帰るとき忘れ物ないか見てねとみんなに、見てもらいます。これ習慣になっているので、いいことですよね。まあいくら夫にはアドバイスしても無駄ですけどね。こんな夫の忘れ物の直す方法があったら教えてくださいということでございます。ですね、まあこれはですね、まあ、奈良さんもですね、あのいろんなことを考えていらっしゃるんでしょうね。で、一つやって、でその後またすぐ考えるもんですから、今その前何やってたかなっていうことなんかがね、あると思いますんで、まあ、王子はですね、はい、まあ、これはメガネかけてるんですけども、はい、まあ、大体メガネどこに置いたか分からなくなるんですね。見えない、じゃあ見えないというよりかこの感覚で、はい、あれこのテーブルに置いたりカウンターに置いたりしたなと思うんですけども、はい、全然違うところに置いてあったりね、あの洗面所に、その前になんで外すんですか、あの寝るとき、そういうことね、で寝るときに外しますけども、あとはね、あのスマホ見るときはあの外しますので、あのスマホ見るときにね、あのメガ見るときメガネ外すの、なんで外すの、それは言わなくても分かるでしょ、もう皆さんもよくご存知ので、あの老眼でございますので、老眼で言えばいいじゃないの、ね、ちょっとは隠したいじゃん、ね、なんか変に遠回しにするからさ、ストレートに言ってください、ね、いやストレートに、うん、だからね、まあ、それを差し置いてでもですね、はい、眼鏡がいつも、ね、どこに行ってるのかなっていうね、はい、ちゃんとね、こう寝る前とかね、記憶があるときにはここに置いたっていう風に、はい、覚えてるんですけども、朝になるとね全然違うところにある場合がありますからね、あ、でもあんまり人のことは言えないけど、それが分からないから困るの、ね、だからもうね、王子も旦那さんと一緒でございますよ、ありがとうございます、ありがとうございます、
ツイキャスで FMJG 新一さんこんばんは、ラントさんもこんばんはということで、まあ、後ほどですねよろしくお願いいたします。でスプリームさん、ダンサーズスタジオの皆さん、王子ファンの皆さんこんばんはということで、こんばんは、はい、こんばんは。そしてですね、うん、カープボーイさん、はい、みそにこみすきさん、ダンサーズさん、ひげを剃ってもやくみつるさん、皆さんこんばんは、ワン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 、キャン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 、今日キャンキャンもある。今日は沖縄そばのだから、うん、あ、そばの島豆腐の日、あれそうなの、だから油脂豆腐そば食べようかなって思ったんだけど、うん、おうちに俺もそばの麺があったから、はい、いや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 、もうそば食べた、うん、どういうことだろう、うん、はい、うん、はい、でアシュプリームさんが東京湾に夜景撮影に来たのですが、イヤホンを車に忘れました。あらまあ、あということでですね、はい、次のメールはですね、はい、もう時間ですね、いいですか、はい、じゃあちょっとペーターさんの追加する、はい、こんばんは、はい、引き締まった体をどこかに忘れたようです。え、あ、それはあの王子もですね、何年か前に、あ、何年じゃなくて何十年か前にですかね、うん、はい、ということで CM です。はい、はい、ラントさん登場です、はい、はい、中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は1人700円でなんと 1.59 まで持って帰れますよ。さあ八重瀬町ぐしちゃんの芋畑集合、ご予約お問い合わせは 098-998-4010、 ぐしちゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、経営者様のお困りごとを多角的に問題解決します。従業員に関するお悩みに寄り添います。お問い合わせは電話 03-5357-1182 まで。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 キユナ名古屋。電話ゲストコーナーです。本日は FM 宜野湾で毎週日曜日午後1時から放送中の番組、このラジオ違います、違いますね、失礼いたしました、はい、ラントのこのラジオ知らんとのパーソナリティさんでありますラントさんになります。こんばんは。こんばんは。すみません、噛んでしまいました。申し訳ございませんでした。大丈夫です。失礼いたしました。はい、まずは自己紹介の方お願いしてもよろしかったでしょうか。はい、愛知県在住 FM 宜野湾のリスナーで、今はちょっとラジオ休止中なんですけど、11月から一応再開予定のラントのこのラジオシェラントのパーソナリティをしています。
今日は、アラントです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。緊張されてますか？はい、緊張してます。王子も緊張してるよ。ダメです、王子はちょっとダメです。あのね、あの女性ゲストの時はね、もういつもねドキドキしちゃうんだから。はい、あの本当 ご無沙汰しております。はい、みそにこみすきさんと名古屋のダンサーズさんは会ったことあるんですけど、はい、会ったことあるのでお久しぶりなんですけど、はい、ダンサーズさんは、あ、ダンサーズさんじゃない、あ、滑り王子、滑り王子、はいはい、王子は初めまして。初めまして。あの王子の顔は見ない方がいいですよ。はい、いや、うん、あの、ね、あのよく言いますけども、私、はい、あの一応ね、あの滑り王子マスクマンになってますけども、あの普段はちゃんとね素顔マンでやってますので。王子滑ってます。あれ、もう出ちゃったのそれ、はい、早いですね。ラズさんの、あの7月ぶりなんですけども、はい、はい、ちょうどですね、東海市の方のお祭りの方に私お邪魔しまして、そこでお会いさせていただいたんですけども、はい、そうですね、あれ以来なんですけども、あの後何か沖縄関連のイベントなどで行かれたんですか？あの仕事が忙しいので、沖縄関連は行ってないです、はい、ああそうなんですね、はい、はい、いや、あのイベントでですね、すごく私感動したのは、沖縄市の、港川青年会でしたっけ、はい、中野町青年会です、はい、失礼いたしました。の青年会の方が餌をやってたんですけども、うん、私あれを見ててですね、すっごくですね、まあ沖縄行きたいっていうのもあったんですけども、なんでしょう、胸にズンズン来るようなエイサーがすごく感動的でして良かったんですけども、あれ実際ご覧になっていかが思いましたか？実はですね、私が住んでいる愛知県東海市はですね、はいはい、沖縄県沖縄市と姉妹都市提携が結ばれているんですね、はい、で私たちの時代はなかったんですけど、今、中学生が夏に沖縄市に行ったりとか、はい、交流が続いているんですね。はい、去年は沖縄フェスティバルの時は、平監督のですね、ミラクルシティコザが上映されて、ミラクルシティコザは見たりとかして、でエイサーも結構大好きなので、はい、めちゃくちゃ感動しました。そうなんですね。あ、ミラクルシティコザやってたんですね。はい、あの抽選で、はい、結構抽選で何名の人が見れますみたいなのに、はい、応募して、当選したので見に行きました。あ、よかったですね。はい、いいですね。こういう姉妹都市になっていると、そういったね交流がこの自分の住んでいる地域であるっていうことですよね。はい、毎年あります。あ、素晴らしいですね。はい、私はミラクルシティ講座の方を見に行きましたけど、行きましたね、名古屋で上映しましたね、はい、名古屋で上映した時に見に行きましたけども、はい、いやー感動しましたよ。あれはこれは感動できます。初めこれってどうなるんだろうって思いましたので、コメディーなのかなと思ったんですけど、そうですね、そんな感じとは最後は違ってましたね。はい、ということですね、ちょっと今先ほどもインサートをしてきましたの、みそ煮込みすきがいますので変わります。はい、ラントさん、ご無沙汰しております。ご無沙汰してます。はい、今まあラジオちょっとお休みしてるということなんですけれども、番組どんな感じの番組かご紹介いただけますでしょうか？はい、まあ、30分番組なので、はい、旧名古屋さんみたいにちょっと長時間コーナーがっていうのはないんですけど、はい、もうメールテーマを毎回決めて、そのメールテーマに沿って皆さんからメールをいただいて、まあぐだぐだ自分が喋ったりするっていう30分の番組です。はい、あ、なるほど。確か沖縄のヒーローなんかもご興味があるんですよね？そうです。もともと龍神マブヤが大好きで、はい、
初代龍神マブヤの FEC 夏目慎吾さんっていう方がいるんですけど、その方がとても大好きで、はい、それから沖縄ヒーローズっていうのが大好きで、うん、になって沖縄も大好きで、で、そうですね、大地マンとかワイド、そうですね、たくさん沖縄ね、ヒーローたくさんいますからね。そうですね、その、まあ、沖縄ヒーローズが大好きでっていうのもあったんですけど、はい、まあ、ラジオを一番やりたいっていうのは、があったのは、自分がちょっと今年のお正月明けに、はい、まあ、肩を骨折してしまって、ちょっと 3ヶ月ぐらい仕事を休まなきゃいけなかった時に、はい、何かをしたいなって思った時に、ちょうどリノワンさんのリスナー募集っていうのに、はい、を見たんですね。その時に結構、はい、ああやってみたいなと思い始めて、始まったのが5月からでしたね。なるほど、そこがまた出会いというかね、あのきっかけということで、あの肩の方はもう大丈夫ですか、はい、まだまだ痛みとか、まだあの、はい、リハビリはまだ続けてるんですけど、調子は良くなったので、あ、なるほど、はい、ね、あの肩は大事です。私も膝を怪我しましたけれども、やっぱりリハビリが結構ね長いですよね、ああいった怪我の後っていうのはね。あ、で、あの今ですね、あのツイキャスでですね、沖縄大好きさんがいつ放送やるのかずっと待ち遠しくてってコメントしてますよ。そうですね、あの11月からちょっと決まってはいるんですが、はい、そうですね、この11月に今の職場を退職して新しい職場に転職することになりまして、それがちょっと11月からなので、それがちょっと落ち着いたら、ちょっと適当にはもうお話は済んでるんですけど、はい、また11月から、はい、皆さんも新しいところに、また新しい環境に行くということで、ちょっとね、この辺もドキドキですけれども、はい、収録放送でしたよね、確かね。そうです、ね、あの Zoom で、はい、あのですね、皆さんみたいにあの、うん、機器とかが揃ってないので、ちょっと収録、ズームで収録したものを音声に乗っけていただいてたので、はい、うん、また今回もそれになると思うので。あ、なるほど。あの、毎週のテーマ募集っていうのはどこで確認というか、どこで見たら分かりますかね。はい、再開の報告とかも、はい、あの私のツイッター X が、あ、なるほど、 X でつぶやきますので。わかりました。じゃあラントさんの X をフォローしていただいて、あの、はい、またね、あの番組のこういういちいちに収録するよとか、テーマがなんだよっていうのをこう確認していただけたらってことですよね。はい、あの、はい、そうですね、その前に高坊さんの番組もあるので、はいはい、そうです。高坊さんの番組が終わった後もそのまま FM、はい、ゲノワンを変えずに私の番組を聞いていただけたらなと思っています。そうですね、はい、12時半からね、の高坊さんのね、サッカーの番組がありますので、その番組の後そのままね、はい、ラジオをつけたまま、ツイキャストをつけたままでね、そうですね、熱いね、はい、ということですよね。そして、ツイキャストじゃない、リスラジでしたね、リスラジをつけたままということで、そしてですね、はい、はい、はい、ツイッターでですね、皆さんに、はい、あのメールテーマ、あのいつもメールテーマを募集、あの決まってるんですけど、はい、あの自分で決めてるので、はい、もしなんかあのこのテーマでやってほしいっていうのはあったら、それもあの DM とかで待ってるので、本当に皆さんよろしくお願いします。はい、沖縄大吉さんが11月メモメモってメモしてて、そして、はい、沖縄大吉さんがラジャー、ラントさんが元気ならよしっていうことで、はい、元気は元気です。で、高坊さんも私の番組の後ずっと音楽ばっかりだったから気になってましたって、ちょっと気にしてました。そして、はい、安さやかさん、こんばんは、ラントさんの番組復活、同じ曲のパーソナリティスポンサーとして楽しみにしておりますということで、はい、ありがとうございます。はい、もうみんなね、心待ちにしてますのでね、はい、ぜひね、あのこう新しい環境も大変ですけれどもね、はい、あのラジオをね、あのこうテーマ募集してこう盛り上がっていきたいなって思ってます、はい、そしてあの一人ね、どうしても隣でね、今か止まっている人がいるんで短いよね、変わりますね、はい、
喋るの王子でございますけどね、あのなぜかしらね、あの女性ゲストの場合ね、王子の時間とっても短いんだよね。いやそれは気のせい、もう終わりじゃないのっていうぐらいね。今度もオフ会に行くので王子には会えると思います。 ありがとうございます。ね、あのそうやってですね、あのお会いも、したいなと思いまして、こうラジオ番組でね頑張ってらっしゃってますので、うん、久しぶりにちょっとやろうかな。何を、このゲストの方にエールをねちょっと送りたいなと思いまして。あ、やるんですか、うん、お久しぶりですけどね、これもね、あの電話切っていいんですか。あ、電話あのこの王子のエールをご存知ですか。え、あのエールは知らないですけど、ちょっと切っていいですか。え、じゃこれは大事ですよ。あの今あの、うん、レゴブロックを作っているんですよ。レゴブロック作ってるからね。あ、そうなの。エールは聞かないって。え、そうなの。ちょうどいいじゃないですかね、あの頑張ってね、あのレゴちょっと作ってほしいなということで、あの、はい、エールをね、あのお送りいたしますので、とってもね、あのご利益がございますのでね。うん、あ、ご利益それ聞いたら全部できますか。できます、うんうん、大丈夫ですよ。あ、大丈夫ですか、うん、じゃあ来る準備しときますね。もう行きますよ。はい、行きますよ、はい、ラントさん、大事な人には内緒ですよ。お背中流しましょうか。あ、ちょっと気持ち悪くなりました。え、気持ち悪くなった。あの、ちょっとあのね、ごめんなさい。あの疲れたね、あの体を癒すためにですね、あの王子がね、あのお背中をね流したいなと思って、そういう気持ちでね、あのエールを皆様に。あの誰か助けてください。あ、珍しいですね。あのこのパターンなかなかちょっと王子弱いですよ。うん、あ、切りましたので今あのもうラッツさん、はい、本当にすいません、なんかねえ、きねえ、まだお会いもしてないのに急にねこんなエールを送られて迷惑ですね。あの、もう彼の声は聞こえなくなりましたので、はい、これでご安心いただけたら。あの、これに懲りずに、あのオフ会不参加とかやめてくださいね。あのミソニコフスキーが全力であの王子からお守りしますので、はい、よろしくお願いします。あ、ジャロに電話します。あの広告機構に電話します。そう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 、ほらもう沖縄大好きさんもラントさん、僕が返信してご縁しますって。 ありがとうございます。はいはいはい、あの番組の後はちょっと反省会しますので、はい、すいません、ご容赦いただけたらと思います。はい、今なんかあのこの男がもごもご喋ってますけど、はい、はい、あのオンエアには載ってませんので、はい、あのマイク切りました、うん、はい、切りましたので、はい、ご安心ください。はい、はい、であの11月からあの再開ということで、再開予定ということで、はい、はい、できていたので、はい、うまくいけばあの11月5日が再開日になるんですか。ちょっとまだ分かんないんで。分からないですか。ね、あのまたね、あの X を随時あのラウドさんのね、あのチェックしていただきましてね、はい、またね、こう番組がこう再開して盛り上がっていけたらなと思います。そうですね。はい。はい、ありがとうございます。はい、ぜひですね、ラウドさんの方のあの X、ツイッターの方ご確認いただければと思います。はい。はい。大変失礼いたしました。ね、早めにうなされないといいですけれども、はい、はい、まだマイク来てありますので、はい、はい、はい、本日は、電話ゲストラントさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。王子、うん、もう高尾さんからレッドカード出ましたからね。もう退場ですよ、本当だったら。本当お久しぶりよ。この画面あの、ね、あのこのツイキャスご覧になってる方も、うん、ここで王子の姿見えない予定でしたけれどもね、はい、まあ、とりあえずね、もうまあまあ、ね、お久しぶりのエールでございますよ、はい、またね、あのね、これはまたこの、いいメールをいただいてますよ。はい、うん、はい、
ね、メールご紹介しますね。はい、お願いします。王子の介護士美奈子です。聞いた聞いたあのね、王子がね、お背中流すんじゃなくてお背中流してもらう立場よそこに繋がってきちゃうのね、うん、本当にそうよ。なんかお背中流してもらってなんかとっても気持ちいいみたいなね、うんうん、ありがとうございます。みそにくみすきさん、ダンサーズさん、はい、白馬の滑り王子様こんばんは。あらまあ、ちょっと違うね。あのさ、はい、白馬の滑り王子ってことは馬ってことだよねああそういうことね今理解しましたはい、テーマ忘れ物。子どもの頃両親から特に財布や現金の落とし物は交番か警察署に届けなさいと教育を受けたので、20回は落とし物を届けに行ったことがあります。おー、あらすごい。昔小学校4年生頃にジュースをおまわりさんが出してくれました。昭和の時代だったからかな、私が子供だったからかな、いつどこでどんな風にあったの質問やら、地図を広げてこの辺かななどの質問で長く感じていました。落とし主がいなかったら全額あげるよとか、落とし主がいても1割はもらえるけどどうすると聞かれて、いらないですと小学生の頃は何もわからなかったので断っていました。しかし大人になってあるスーパーの駐車場に車を降りた時、ある会社の通帳を発見。もう700万以上あったはず。すぐさま交番へ届けに行き、お礼をもらえますかと聞かれたので、はいと答えた私そりゃ言いますよね。3日後にその会社の事務員から、お礼がしたいのでスーパーの駐車場に来てくれませんかと言われたので行ってみました。そしたら休養ができたから、お礼はまた連絡しますねと言われ、急いで逃げられましたそれから20年、まだお礼が来ていない。会社名忘れたけど、自分が言った言葉に責任を持ってほしいと感じた。あの数百万のうち1割もらえたら今頃どうなってるだろうかないや、どうもならないと思うけど、と悪魔な私がたまに出てきますということでございます。でも人間そうよね、ちょっとあのね、そういう風だとね、あの期待しちゃいますよ、うん、でまたね、会社の事務員さんからね、お礼がしたいっていう風に、言われればね、期待しますよ。お礼がしたいって言ったけど逃げられちゃったっていう、そのね、まあお金の1割じゃなくしてもですよ、うん、それだけで大きいあれでね、あの会社のお金ですので、ね、そう、会社のお金ですからね、うん、だからね、なんかこう、ちょっとしたお菓子とかね、うん、そういったものでも、よかったのかもわからないですけどね、どうしちゃったのかしら、その会社の方はねえ、うん、でもきっとね、その会社の方も相当怒られてますよね、うん、多分ね、そっちの方が気になりましたけどね、私は、うん、勝手に引き出されたら困っちゃいますもん ね、 ね、いや、まあ簡単には引き出せないとは思いますけど、ね、本当ね、現金なんですよね。現金かな、通帳って言ってますよね、うん、通帳ですね、うんうん、だからなかなかまあね、本人確認とかいろいろありますもんね、会社のね、あれがね。でもペーターさんが通帳はお金にならないよっていうことは、きっと通帳は現金じゃないから、うん、そのなんて言うんでしょうね、その1割とかじゃないってことですね。まあその拾っていただいた方に、まあ違うお礼ということでしょうね。ねえ、ね、うん、逃げられたっていうのもまたなんかすごい話ですけどね。期待しちゃってるからさ、うん、王子でも思うもんね、ね、なんか置いてけよみたいなねえ、置いてけよ、うん、その気持ちですよ、はい、ちょっとまあ大体そういう横島の人にはね、あの俺はあげられませんね。横島の人多いですよもういやあなた特に横島です、ね、もう横島です。そうですか、はい、もう高保さんが規律委員会で出場停止複数回の最低よって、もう本当よ。あ、そうなの、もう、はい、ありがとうございます。高保さんに本当にいっぱい切符切られてるからね、はい、切符じゃないカード切られてますからね、いっぱい持ってるね、うん、カードね。いや、だからだって、高保さんはだってサッカーの審判ですから。そうか、いっぱい持ってるんだ。この前、そのひふみさんの番組でご出演したけど、ね、うん、本当、本物のカードをね、こう追加してみましたけども、うん、そうですか、ね、うん、このカードをですね、この男の顔に貼り付けたいですね。ねえ、あ、それまた、またそれ、ご利益ありそうですよ。はい
ね、魔除け札みたいになってる、はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、バタバタ来たよ、ダンサーさん、みそさん、バサステーク50エクセレント滑り王子、リスナーの皆さん、こんばんは、シュープリームです。ありがとうございます。あまり忘れ物をする人ではないのですが、5月に沖縄に行った時、深夜に晴れ間を追いかけ、これ瀬底島っていうの、瀬に底の島、瀬底島で、瀬底島、瀬底島、伊勢崎、泣き陣を行ったり来たりしながら天の川撮影をしていたのですが、伊勢崎から安智浜に移動して、さあ撮影するぞと気合を入れて準備を始めたら、うん、万円するフランスのメーカーの三脚が一本ない。ひー、すごいですね。そうです、店先に置き忘れたのです。ドキがムネムネしながら、何百キロぐらい、何百キロってことないね、100何キロってことかな、100何キロぐらいで車をぶっ飛ばし踊ると、ある、よかったですね。それはそうですよね、台風が接近している深夜ですから、人もいないし。あ、王子は大人の飲み屋さんに行くと、いいアンベイでフロアレジたちにした数々のセクハラと滑りトークの記憶を毎度お店に置き忘れてくるって噂は本当ですか？あのね、ちょっとこれをね、読み返したらですね、はい、この数々のセクハラって書いてありますけども、はい、昔王子ですね、はい、そのお姉様方がですね、うん、もう肩が凝ってしょうがないっていう風で、うん、こうマッサージをしてくれませんかと言われたんですね、はい、王子、まあまあ上手な方ですから、まあ、素人ながらね、はい、うん、でこう首のあたりを付け根ぐらいをね、うん、マッサージしようと思って触った瞬間に、触らないでって言われたんです。それセクハラです。それちょっとどういうことって、マッサージしてって言われて、うん、そこ触ったら触らないでって言うからさ、それセクハラです。で、まあ、よくよく聞いてみると、この最初のこうタッチがですね、なんかくすぐったかったみたい。あ、うんうん、だからそれでなんかね、ゾクゾクっとしちゃったんじゃないでしょうか。ちょっとマッサージというよりはセクハラまがいだったのね。いやそれは健全なマッサージをしようと思ったんですよ。それやっぱりね、最初からこう強めに、おやすさんの声がぴったりでって、こんなにぴったりな話題ないですよね。だからさ、本当に、ね、セクハラです。セクハラじゃないって、最初からこう強く言ったらね、失礼でしょ。だからこうソフトタッチで言ったら、触らないでっていきなり言うから、今のは何だったの、マッサージしてって言ったのはあなたでしょみたいな、そういうことを思い出しました。はい、はい、なんかもうありがとうございます。名古屋へ横行内行こうかな。そうですね、はい、はい、いいですか。はい、名古屋は栄養コーナーですけれども、はいはい、ね、まあ、先週大事な告知しっかりしなかったですね、まあ、今週は大事な告知をしっかりよろしくお願いしますよ。はい、はいはい、改めてなんですけども、はい、ちょうど後ろにあります、はい、キウナゴボウと書いてありますポスターですけども、はい、うん、はい、改めてご紹介させていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、11月17日、はい、金曜日ですけども、私たち3人 MC と、はい、FEC オフィスの、お笑いコンビきんぴらごぼうさんと、はい、合同で、はい、はい、オフ会をやります。パチ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 、はい、はい、で、うん、こちらなんですけども、はいはい、11月17日、夜7時半スタートを予定しております。はい、はい、で、きんぴらごぼうさんお二人をお呼びしまして、ゲスト MC という形で我々とお話をしてさせていただこうと思っております。はい、そしてですね、ネタもやっていただくというの、うんうん、お話になってますので、なんと、はい、うん、きんぴらごぼうさんのネタも見られるということですね。見れます。お、見れます。はい、はい、という感じですね。うん、で、
まあ、あとはですね、あの皆様でご歓談をしたりとか、うん、まあ、一応ですね、抽選会もやる予定してるんですね。そうなんですよ、抽選会も楽しみですよね、うん、はい、だよね、はい、王子はその抽選会何か、ええ、持ってくるの、うん、まあ、王子はですね、王子は、はい、まあ、なんかありますけども、はい、まあ、みんなやっぱりあの王子のサインが欲しいんじゃないかなと思って。ふざけるなまあでもね、抽選会ね、うん、やるからにはね、やっぱりこれは、うん、ね、はい、ダンサーズ賞、うん、滑り王子賞、味噌煮込みスキー賞、うん、用意したいですね。それも、うん、まあ、そうだね、含めております、うんうん、はい、で今あのヤンポさんからですね、はい、きんぴらごぼうは今度は飛行機は大丈夫って。いやもう本当ですよねのこの前ね、あの私が取りました。いやいや、そういう問題じゃなくて、いや私が手配しました。いや手配はいいんですけれど、飛ぶか飛ばないかですか。じゃなくて乗れるか乗れないかの問題ですよね。あ、遅刻せずにあ、そういう問題、ちょっとドキドキしますけど、彼ら日にち間違えてたんですよね。あー、そっかそっかそっか、取る日にちを間違えてたから、うん、そうそうそう、別に乗り遅れたわけじゃないんですね。そう、航空チケット私が手配しましたので、はい、はい、ダブルチェックで確認しておりますので、きんぴらごぼうさんの足は、はい、ダンサーズが名古屋のね、はい、チケットは確保しましたんで、確保しております。はいはい、ねえ、まあはい、一応ですね、まあこれ余談なんですけども、はい、我々が空港へ出向かう予定をしております、うん、はい、そうですね、うん、やっぱりね、はい、こう名古屋道に迷っては大変ですからね、はい、もう会場までエスコートということで、うん、はい、はい、一応その予定をしております、はい、そうなんです。実はですね、この CM というよりこの告知をしっかりしなかったので、はい、なんかリモートでやるって思われてたみたいで、はい、リモートではないです、うん、リアル会ですね、うん、この回はですね、リモートの予定はございません、うん、ただですね、はい、ここでただなんですけど、はい、夜9時から、はい、ちょうど今ですね、ツイキャスにも参加していただいてます、はい、安さやかさん、はい、ウィークリーコンビニラジオ、はい、現場から生放送をする予定しております。おお、だから安さんは名古屋から、はいはい、うんうん、放送ということですね。そういうことですね。それって大丈夫なの？何が？大丈夫なのって。その現場に王子いるんだけど、はい、大丈夫かな？まあ大丈夫じゃないけど、うん、かなりあれですね、はい、どちらかっちゃってね、もしかしたら途中から滑りナイトに変わるかなっていうぐらいね、はい、うん、そんな気持ちがしてしょうがないんですけども、まあ、その場合はトイレに押し込みますけどねあ、そうなの、はい、ね、ヤスさんとのコラボでね、はい、またこう皆様方にね、はい、スペシャルトークというところでね、はい、滑りナイトがね、うん、もしかしたら開催されるかもしれないですね、うん、だから今ラントさんからもうヤスさんは私が守るってほら、あら、そうなの、もうありとあらゆる王子のセクハラからみんなが守るべきね。セクハラじゃないってね、セクハラじゃないのよ、うん、本当に、はい、うん、でもね、これでヤス、はい、さんがこうラジオで FM 宜野湾のね、はい、まあ、リアルの番組生放送でやりますけれども、うん、はい、まあ、そこにね、我々メンバーも、はい、ね、うん、なだれ込むような感じになりますけども、ね、まあ、この男だけはロープで縛りつけて動けないようにしておきますのであら、そうね、はい、ラントさんも守ってくれるということですので、はい、遠くから叫んでも声が聞こえないマイクがマイクはね、もしかしたらあれ、はい、このね、そこ のお部屋の中に、ね、はい、入れてもらえずに外にいなさいっていう、あ、そういうパターンは嫌だよ、ね、また はい、王子がね、はい、一番嫌だなと思うそういう放置プレーはやめてねFM 時事新さんがなんかすげえ企画カオスにならないか心配ってでも考えてみたらこの FM 宜野湾のパーソナリティチーム、はい、結構名古屋に集まるってことですよね、うん、そうだよ ね、うん、そうだよね、楽しみですね、うん、はい、うん、これでね、ヤスさんの、はい、ウィークリコンビニラジオが、はい、どんな盛り上がりになるのか、はい、またまたひっちゃかめちゃかになるのかやめてよ、だからウィークリー滑りナイトになるって、いやーちょっと本当ウィークリー滑りナイトだけは本当にやめてね、ね、みんな間違えるよね、今日番組違うのかしらと思っていやもう本当に
あのウィークリーコンビニラジオのリスナーさんはね本当にねあのこうねあの高貴な方が多いですよね。高貴な方が、はい、だから大丈夫だって。ツイキャスで山中智文さんも参加してますけどね。滑りゼリシ、滑りゼリシって言わんの、うん、って思ったら本人は滑りゼリシの山中ですって書いてるけど、でしょ、うん、21時前に名古屋駅通過して今東京まで帰ってきました。うん、王子のセクハラトーク全開ですねって。名古屋飛ばしじゃないですか。名古屋飛ばしですね。そうだね。でもね、あれだよ、あの 滑りはもしかしたらね、そういうことがあるかもしれませんけども、どういうこと、あのセクハラではございませんので。いやいやいや、ペーターさんがセクハラの認識がない。なんか今日さ、ね、滑り王子じゃなくてセクハラ王子になってない？こう皆さんのその感覚が。いや、セクハラ王子でしょ。え？うん、そうなの？はい、ということでですね、はい、11月17日、はい、あ、そうそう、うん、そしてですね、はい、今週のウィークリーコンビニラジオのゲストは旧名古屋マイナス王子、マイナス王子あ、そうです、そうです、ウィズ滑り税理士ですということで。そうです、そうなんですよ、そうなんですよ、うん、この滑り王子を除いた我々2人ですね、はい、ダンサーズと味噌煮込みスキーは今週の金曜日のウィークリーコンビニラジオにお邪魔します。はい、お邪魔いたします。そして山中さんも、うん、私山中さんと初めてお会いする、初めてお会いします、うん、はい、もう、うん、ちょっと今週のウィークリーコンビニラジオもぜひね、うん、はい、お聞きいただけたらと思います。はい、そうだね、はい、東京へ行きます、うん、はい、はい、東京行きますよ。ちょっと心配なのは滑り税理士からその金移らないかなっていう東京でもらわないかな。結局あれですかね、はい、滑り王子はいないけど滑り税理士がいらっしゃるということで、で滑り金が移るっていう。いや、それは分かんないですけど、はい、寒くなっちゃう、高坊さんがどのような化学反応が見られるか本当ですね、気になりますけれども。気になりますね。そしてですね、はい、まだまだもう一個告知あります。はい、来週ハロウィンの、うん、ウィークですので、はい、来週は仮装するのかな。はい、はい、はい、ということで、はい、燃やしちゃいますね。仮装するの、ちょっとはい、ということで、はい、ちょっといろいろ、それと、はい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 、先ほどの旧名古屋、はい、じゃなくて旧名古屋、はい、オフ会ですけども、はい、後ろにあります QR コード、はい、はい、これをですね読んでいただければ、はい、ツイキャスでご覧の方 QR コード映ってますので、はい、これが、はい、お申し込みフォームとなっております。はい、ここから読んでいただければ飛びますので、はい、ぜひぜひ、ね、よろしくお願いいたします。ご応募していただきたいなと思いますね。はい、ということで、はい、はい、名古屋は栄養告知でした。はい、キウナ名古屋、はい、メール紹介します。はい、お願いいたします。皆さんこんばんは。この番組セカンドタイムの名古屋在住のちゃんおかです。ありがとうございます。沖縄 T シャツパパヤさん、ラントさんなどなどパーソナリティや愛知岐阜三重のリスナーの FM ギノワン小座フリークが増えてきたので、山内さんを名古屋に呼んでオフ会が叶うことを願う今日この頃そんな話とはつながらない今日のテーマの忘れ物。私の友人は小学生の頃何を思ったかランドセルを忘れて登校、わお、持ち物すべてを忘れ、うん、先生には怒られ気がめいったのか帰りは上靴でと下校したそうです。そんな天真爛漫な友人は今銀行員をしています。人はランドセル忘れて上履きで家に帰ってもしっかりした人になるということです、ということです。あー、なんか私も忘れ物を思い出しましたよ。はい、小学校の時、うんうん、取りに帰れって言われましたもん。あら、ねえ、取りに帰りました。でもランドセル忘れたらなんか軽いなって思わないかったのかな。でも王子いつも軽かったですよ、学校に置いてきましたから、ね、王子はトークが軽いですよ ね、まあ、軽い、うん、あ、そうなの、まあ、滑りすぎて軽くなってるかな、はい、滑ってないって。で、メールもう一つご紹介します。はいはい、ヤンポンさんからです。ありがとうございます。滑りすぎて宇宙人からしずろかれた王子、こんばんは。
して忘れ物といえば忘れもしない小学校入学式にランドセルを持たずに学校に行き、うん、ランドセルはと言われ取りに自宅まで帰ってさらに学校に戻ったというドジな経験があります。いや、いましたね。親からランドセルを持っていくなんて聞いてませんけどって言って開き直ってる、うん、もちろん王子にも経験はありますよね。だから王子はあのカバンを忘れないってっていうかもう机の中に全部しまってるからね。そう、ね、まあ、入ってるのはあのお弁当ぐらいとかね、まあ、小学校の時もね、うん、そんなもあんまりすごい重たいなっていう記憶がないから、ね、もうあの机の中に入れてたんでしょうね。ね、ピーターさんがその最近銀行員の方、銀行カバンを忘れないでねって本当ですよね。それすごい大変ですよ。ね、うん、そう、またさっきの通帳のところに話が戻ってきそうな気がするけど。そうなんです。はい、はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、沖縄大好きさんからです。はい、ありがとうございます。ますメッセージテーマ、流れ物？あ？流れ物ではなく忘れ物。びっくりした、うん、びっくりしたよ王子も、うん、忘れ物あります、はい、財布を忘れてしまったり充電器を忘れたりスマホを忘れたりと忘れ物をしてしまうことがありますね。充電器を忘れてしまったら携帯の充電ができないのでとても不憫です、この間は職場に持っていく水筒を自宅に忘れてしまいました。その日はなんとか難を逃れました。ということは、職場に多分あの自販機かなんかがあって、うんうん、それであの水分補給をしたっていう、多分そういうパターンかな。うんうん、でもね、あの、ご自分の好きな飲み物が入ってたらね、うん、水筒でね、持ってきたものを飲みたいですよね。ね、うんうん、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、おばあからもらったプライベートジェットさんからです。はい、ありがとうございます。私が現在使っている傘は4年前に市交通局のイベントに行った時に、はい、バスや地下鉄車内などの忘れ物傘の即売会で見つけ100円で購入したものです。大切に使っていますよ。皆さんは傘を忘れてありしまって しませんかということでございます。あ、でもなんかそういうあの忘れ物市っていうか、なんかそういうのありますよね、百貨店なんかのね、うん、傘はですね今100円ショップとかにあるじゃないですか、うん、でそういった形で本当にね、あの、まあ、忘れてもいいかなとかね、なくなってもいいかなっていう感じでね、うん、お持ちになっている方が多いと思いますので、うん、もうあんまりね昔に比べてちょっとあれかな、あの物を大事にするっていうのがちょっと薄れちゃってるかもしれないです ね、はい、あ、FMJ新一さんが、はい、最近忘れ物しました。那覇でお酒を飲んで車を置いて帰り、翌日自宅の読谷村からバスで車を取りに行ったのですが車の鍵を忘れました。あ、それは一番あの、うん、あのショックですよね。ショックですね、これね、あの大体こうあってなりますよ ね、ポケットとか中に入れて、ね、あ、ないっていうのあると、ね、ここまで来たあの私は何みたいな ね、あとカープボーイさんが、小学校の頃僕はズボンを履くのを忘れてパンツのまま外へ出てしばらく歩いたことがある。素晴らしいね、それはね。小学生で良かったですよね、うん、それは素晴らしいね。大人だったら大変ですよね、うん、捕まります、捕まりますね、はい、本当ですよね。でもね、やっぱり声かけられるよ ね、うん、小学生でもね、それそうだよ ね、でも私あの会社の前でパーツ1枚で歩いてたおっさんいましたけど、ね、それはちょっとまた違うタイプの方ですね。それはちょっと違うタイプの方ですね、うん、それはちょっと違うタイプの方ですね、うん、通報案件だなと思いました。まあそうですよね、通報案件ですよね、はい、本当、はい、ねえ、ね、もう1ついけますかね。あ、どうぞ、はい、はい、ゼニガタ警部さんからです。ありがとうございます。まあ、最近昼夜仕事で仕事が不規則になっていて夜間の仕事は朝帰りになるので非常に疲れて自宅に到着した時にはちゃんと部屋に持ち込んでいると思って昼過ぎに起床した直後に貴重品が入っているポシェットバッグを忘れたと気づいて慌てて車の中を確認したら、上品だけでなく、あ、幸い、盗まれてなかったということで良かった。だけど車の中にあって良かったですよね。ね、なんか違うところだとね。はい、ということでエンディングです。はい、エンディングです。来週のテーマは願い。来週のテーマは願いです。この番組は
陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭中首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい長し長田、おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人個人スポンサーさんです。真っ赤なメセットさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましたありがとうございました。ツイキャスコメントも本当にたくさんいただいて、うん、ちょっと全部ご紹介できなくて申し訳ありません、うん、もうでも本当に盛り上げていただいて感謝感謝です、はい。ね、今日はねセクハラ王子になってるけどね、そうちょっとセクハラまがいの、はい、いっぱいでしたね。閉店ガラガラ、はい、どうぞ。はい、今夜もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございました。今日もまたいいあのゲストさんとね、いいトークができてね、あの王子は良かったですよ。はい、来週、はい、あ、今週の金曜日は、うん、ダンサーズとみそ煮込みスキーは東京で金曜日の9時から21時からお楽しみください、はいはい、お楽しみください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。王子ロールスバーン、うん。